皆さんこんにちは。ボタン食堂店主の山田です。当店はもともと雑貨だけを取り扱うお店でしたが、昨年8月に店舗の1階部分に小さな食堂をオープンしました。そんな当店のおすすめランチは、常住さんにんにくと高知産生姜の香るチャーシュー丼です。水戸市旧常住で栽培されたにんにくと高知産の生姜で香り付けをし、柔らかく煮たチャーシューは絶品ですよ。チャーシュー丼は火曜と木曜限定で、水曜と金曜は鶏ももの照り焼き丼温玉のせをお出ししています。水戸市にお越しの際は、隠れ家的なボタン食堂でゆっくりとお食事をお楽しみください。お待ちしております。時間があるときにいつも美味しいご飯を食べに行きます。今日はチャーシュー丼になります。美味しいですお店の雰囲気、皆さんとっても楽しそうに食事をされているので、いいところだと思います。そうですね、たまに利用させていただいてます。今日はとても美味しいチャーシュー丼をいただきました。はい、一緒に具沢山なポトフと、あと梅のジュースがついてて、ポトフもすごく味が染みてて、具も多くて美味しかったです。とても明るくて、最初は娘さんと知り合いだったんですけども、こういうつながりができて、とても明るくて気さくで、いろいろ相談ごとにも乗ってくれるお母さんっていう感じ。お姉さんかなオーナーです